久しぶりです。イエーイ元気ですか皆さんこんばんは。ももじゅ、ケイスケイト、まことさん、海坊主のしょうさん、しま先生、トッキー、ゆきうさぎ、お、こうせ番長、ゆあちゃん、まなちちゃん、イエーイ、あ、店長やっほー、すぐる、すぐるさん、ももじ覚えてるよ、当たり前でしょ、ありがとう。タイガ、ジンセさん、やーい、よしけんさん、ありがとう。名前呼ばれてるの、ん、名前呼ばれて笑われるのかさ、え、なにルーニーさん、さきいかちゃん、こんにちは、こんばんは、だイエーイ。今日はね、久しぶりのショールームです。来てくれてありがとうございます。お、ん、ダフィオンさん、どうも、たかひろゴーキンマン、おはようそう、髪型なんか今日ね、こんな感じ、うん、なんかお団子、ミッキーみたいな。で、それでなんかこの髪の、ここに髪の毛が残ったから、なんか、あ、普段できない外羽やろうと思ってこんな感じになりました。どう、かわいい、ありがとうそう、今日はね、2時間後にサッカーがありますね。日本対ポーランドの試合です。今日は本田翼選手のこの4番、本田翼さん本田選手のユニフォームを着て応援したいと思います間違えたあ、待って、そこねえ、言わないで、みんなお願い、間違えたの本田圭佑さん間違えたもうやだ、もう分かってる、本田圭佑さんね、もう間違えたんです、もうやらかした、やばいあ、最悪、忘れてくださいそう、4番来て応援しますので、みんなも応援してくださいもうやだ、やらかしたぜあ、今日の試合ゴーキーマン出るんだね、応援しとくね大盛り半端ないって、イムイム、もう青丸ケーナウだ、久しぶりだ、あー、オーリオスタメンです、今日スタメン、そうなの、日本代表になりました。オーリオ落ち着いてリオで面白い、あー、もうね、今のはたまたま間違えただけなんで、普段は落ち着いてます、あーもうやだ、名シンフォニー、やーい、トッキー、ツイッターフォローしたよ、ありがとう、フォローしてくれてお師匠だ、ありがとう、来てくれて、りょうちん、神戸の時一番最初に握手した俺、覚えてる、ありがとね、あの時は、また握手会来てね、9月にあるのでまた来てくださいみーこー、久しぶり、みーこー、リアルタイムで見るよ、リアルタイムで見ますよ、ショールーム終わったら急いでお風呂入ってサッカー見ます、よしよしよし。オーディオクマさん、イエーイ、オーディオも今日も一緒に応援しますのでね。大東さん、こんにちは、じゃなくてこんばんは、ありがとうございます。春秋頑張って、頑張る、起きてられるよ、太郎シンフォニー、太郎人生さん、なんて読むんだろうこれ、うーん、力に、なんて読むのかわかんないな、やっほーおにおに、ありがとう。そう、今日なんかこんな感じの髪型です。ちひろ、ちひろちゃんかな、ありがとうお、みーこのメガネなし見てみみーこのメガネないの楽しみにしてるからね
負ける気がしない、本当に。そうですよ、日本が勝ちます。みんなで応援しようね。しんちゃん、オーリオ本当いい子ってみんなに言ってるよ。嬉しい、ありがとうございます。イエイ。普段落ち着いてるよ、普段落ち着いてるよ、店長ね、落ち着いてるね、よしけん普段落ち着いてるよね。しゅんたろーん、元気？元気かい？頑張ってますか、学校。マリリン、ありがとう、来てくれて覚えてるよ、ありがとう。カズキ、9月行く、お、イエーイ、楽しみにしてるよ、会えるの。キムラーラ、お久しぶりです。キムラーラさん、どうもどうも。シュンシュン、どうも。簡単こぶって言ってるよ。あ、学丸さん覚えてる、ありがとうございます、来てくれて。レイカ、明日からテストなんだよね。明日からなんだ、頑張ってね。ちなみにリオは来週の月曜日からテストです。なので、あ、そうだ、今日勉強もしないといけない。でも今日ね、居残りしてきた、学校で。最近毎日学校で居残りしてます。イエイイエイ。僕もテスト週間なんで一緒に頑張りましょう。お、マロニーさんも一緒に頑張ろうね。テストある人みんなで頑張りましょう。あ、そしてテスト終わった方もお疲れ様でした。お疲れ様。肉球見せて。はい、肉球、肉球、にゃんにゃん。ありがとう。テリーさん、一緒に応援しようぜね、しようぜ。ココロンだ、あー、ありがとう、来てくれて。ミミコさん、こんばんは。今日カラオケに行ってシンフォニー歌ってきたよ。お、いいですね。リオもカラオケ行ってシンフォニー歌いたいな。時間あるときカラオケ行ってきます。あ、ちひろくんか、ごめんね、ちひろちゃんって呼んじゃった、ちひろくん。いいいい、あんちゃん、やっほー。こんばんは、チョキバルさん。サッカー観戦です。この後はサッカー観戦ですよ、みんな見ようね。ゆあちゃん、ファンレターそろそろ出すね。ありがとう、待ってます、楽しみにしてるよ、ファンレター、ありがとう。バイキンマンですか、バイキンマンに見えますか。レイヤくん、やっほー。あ、ウッチーだ、リスリスだよ。んー、ザッキーは来てないのかな。あ、ストロベリームーンだね、今日ね。なんかでもリオまだ見てないんだよね、まだっていうか見れてない、今日ストロベリームーン。今日帰りね、月見れるかなって思ったけどね、見れなかった。みんな見ましたか、ストロベリームーン。ピンクの月らしいよ、今日は。ダンスでバコンめっちゃよかった、あー、見てくれてありがとうございます。ダンスでバッコンすっごい楽しかった、リオもね。ダンスでバッコンってやつめっちゃ楽しかった。あ、暗くなっちゃった。ルーダフィオンさん、忙しい中配信してくれてありがとう。いえいえ、テストの合間に息抜きにやっております。来てくれてありがとうございます。うーん、おお、イムイム、オーリーを待ち受けにしたらキモいって言われた。俺に？え、キモくないよ、全然。むしろ、丸。いいね。待ち受けにしてください。あ、ホームガにしてもいいよ。番長、やっぱオーリオルームは人気や。え、本当ですか？ありがとう。嬉しい。Do you speak English? Yes, I do. Yes, I do. うんうん。きょんまる、はじめまして、ありがとうございます、来てくれて。イエイ。ココロン、タン押しだからね、タン押しだからね。うん、明日日本史と保健のテストだって。
お、頑張ってね。まあ保険も日本史も暗記すればできると思いますのでね、頑張ろう。横田さんお久しぶりです、ありがとう。のぞみちゃん私も会いたい、会いに来てほしい、会いに来てほしいです、会いましょう。ルーニーさん誰もありがとう、嬉しい。うららさんやっほー。アピさんオーリオ元気、相変わらず元気ですよ。ね、確かに撮影会ないらしいね、今度の9月のさ。ね、確かに青丸と何気毎回撮ってるのにね。だから握手に来てね、今度は待ってるよ。アベマ観覧申し込んだよ。お、ありがとう島先生、当たりますように。リュウもお願いしとく。イエイ。アッキーさん初見です、最近おいでおちゃんめっちゃ可愛いスアップしてる、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。アッキーさん、レイヤ君もテスト週間、やっぱみんなテスト週間なんだね。頑張って、トッキーも明日からテスト頑張ってね。ブルタン、サッカー見たら明日眠いぞ。そうだよね、でも見ます。なんかね多分寝れないんだよね、逆に見始めたらね寝れない。最後まで応援します、よし。みんなも眠いと思うけど応援しようね。お、ケンテン、ヤッホー。次の合図のライブで、おオッケー、次のライブで待ってるね。何の勉強得意、なんだろう、得意なやつね、なんだろう、勉強得意じゃないんですよ。なんだろう、ないです、やばい。どうしよう、保険です、保険にしとこう。あ、家庭科。勉強じゃないか、イエイ。大好き大好き愛してる、ありがとう、ももじゅ、嬉しい、ありがとう。そう、居残り勉強してるの最近、毎日お友達と居残りしております。ストロベリームーンってピンク色なん？あ、多分ねピンク色だった気がする、なんか写真で見たさっきピンクだった気がしますね。今日は10時までやります、1時間なんだけどね。そう、10時までしかできないんだよ。 TikTok めっちゃ見てるよ、ありがとうございます。また TikTok も載せるのでチェックしといてください。俺もトップ側は全部オーリオだよ。え、本当に嬉しい、ありがとう。ちなみに Twitter のアイコンをオーリオにしてくれてる方は本当に見てるのでチェック済みです、ありがとうございます。高校2年生です、コーキングさん、高校2年生です。何その髪型って笑わないでゆずっぴ、かわいいでしょ。ルンルン。おざわん、仕事終えられてよかったよ、ありがとう、来てくれて。お仕事お疲れ様、いつもお疲れ様です。イエーイ、あ、オレンジさんありがとう、やっとコメントできた、ありがとうね、来てくれて。たかひろだるまありがとう、ありがとう。ユニフォーム似合いますか、ハムさん、ありがとう。ユニフォーム、ケイタロウ、会いに行けるもんなら行きたいよ、行きたいね、いつか会えますように、会いたいね。しげっち、オーリオスチスチ、ありがとう、嬉しい。合図行けば写真撮れるかな、撮れるよ、合図来てください、チェキ撮れますのでね、来てください、合図のライブ来てください、お願いします。あ、
7月7日のアイドル横丁は絶対に来てくださいね、絶対に来てくださいね。そう、ラストアイドルファミリーも出ますし、アイズも出るのでもう来るしかないですね。アイズのライブは絶対来てください、絶対ね。めっちゃ絶対言う。来てください。あ、横丁行く？人生さん、ありがとうございます。そう、もう絶対来てください。シンフォニー、片桐シンフォニー、フローライトに DVD 来て、お、いいね。リオも行きたいです、フローライトの DVD 行きたい。うーん、横丁行くよ、夢のオーディオ、ありがとう。じゅんさん、アイドル横丁絶対行くかな、絶対来てくださいね、じゅんさん。部活で行けない、あー、そうなの、泣き泣き。東北にも行きたいです、もうなんか日本中の全部に行きたい、行きたい。横丁とかいう地元イベが待ちきれい。お、ゆずっぴ会えるかな、会える、久しぶりに話そうね。めっちゃ気になるのそれ、ちーちゃんも言ってたね、絶対。そう、ちーも言ってたでしょ、絶対って。だから絶対です、絶対来てください。お、本当だ、1000人ありがとうございます。今年水着着た？まだ着てませんよ。またプールとか行きたいな、なな、夏になったら行こうかな。エリオ、科学教えれない。なんか前回ね、科学の点数良かったんだけど、なんか難しいの今回、科学意味わかんない、やばい、うーん、死んだ。この髪型って団子ツインとかでいいの、アッシュさん。あー、そうだね、そうしようじゃ。名前わかんないけど、なんだろうねこれ。オーディオと撮影感もいいけど、チェキもなかなかいいな。あ、ね、サキイカちゃん、この前会えて嬉しかったよ、来てね、合図でも撮ろうね、チェキ。ポニーさん、こんばんは、ありがとう。のぞみちゃん、当日券あったら行くかも、ほんと、あ、のぞみちゃんありがとう、待ってるね。横田さん、オーディオ可愛いからワーク進まん、ありがとう。でもワークもちゃんと進めてね、頑張って。え、チェキ楽しいよ、コーセ番長、チェキ楽しいよ、チェキ取っておしゃべりもできるしね、うん、楽しいよ。あ、ともやんくんだ、あー、やっほー。あん、応援電波送る、ありがとう。応援電波も待ってるね、ありがとう。マコエリックさん、初見ありがとうございます、ありがとう。名古屋ドームでライブして、あー、やりたい、いつか名古屋ドームでもライブできるように頑張ります。うん、うん、ハヤト部活か、お前がやっぱね、忙しいよね、頑張ってね。ディーリン、ディーリン、ケーナウ、本当会いたい、不足すぎる、おお、本当かい、早く来てくれ、早く来てくれ。あ、あー、ショーン、やほやほ、覚えてる、覚えてる、覚えてるよ、忘れてないよ、覚えてるよ。パナソニックさん、え、来て、誘う、誘う、絶対来て、来て来て来て、絶対来てください。ピンクのみほです、どうもありがとうございます、来てくれて。マユティに英語教えられたのかな、え、そう、教えた、教えたの、この前ね、マユがツイッターで困ってたじゃん、誰か教えてって。もう新幹線乗ってたんだけど、電話して教えてあげました。
ねえ。そう、教えてあげたの。数学 A 教えてくれ。数学 A、 あ、数学 A はね、去年やった。数 A は数1よりは簡単かな。頑張れ。なおぴさん、あ、初見ありがとう。なおぴさん、イエイ。ミートボールツイン、あ、かわいい名前だね、ミートボールツイン。サッカー何時からですか？11時から。11時からです。リオ、オイル水着とか着るんだね。え、着る着る。去年とかね、お友達とプール行った。行きましたよ。やはり推しメンのショールームは元気出るな。本当かい？ありがとう。え、なんか 聞こえました、今。ごぼうさん、今日暑かったね。ね、なんか最近さ、めっちゃなんかムシムシするよね。暑いですね。なんか学校の教室とかめっちゃ涼しいもん。朝登校めっちゃ暑くて、教室入った瞬間天国ってなる。ラストアイドルライブは見る見る、かっこ合図把握してなかった。あー、許さん、それはゆずっぴ。まあでもさっきので把握したよね。合図も来てくれよ。おーい、チェキ行くしかない。来てね、あんちゃんも。番長も待ってるよ。横田、めっちゃ読んでくれるやん。これを機に覚えてね。覚えます。横田、なんか緑色の髪型のアイコン、横田。みんなオーディオ可愛いって言ってる意味分かってきた。え、嬉しい、アッシュさん、ありがとうございます。イエイ。カズキくん、初見やよ。ありがとうございます、来てくれて。はじめまして、大森リオでーす。 レイヤくん、イエーイ、ヤッホー。名前呼んだぞ。ハヤトはマジで覚えてます、いつもありがとう。イエイ。横田呼び捨てでいいよ。オッケーオッケー。団子に向かって応援電波を飛ばしますね。よろしく。これで受け取るからみんなよろしくね。つかさん、初見です。ありがとうございます。はじめまして、ありがとう。翔太って読むのかな。2回目です。ありがとうございます。アンコルちゃん、埼玉来てー。埼玉行きたいですね。この前ね、埼玉スーパーアリーナでね、イベントやったけど、また行きたいです、埼玉。頑張るぞ。オニオニ、ロッキン来てよ。ロッキンってどこ？ロッキンってどこです？どこだ？勉強疲れた。頑張れ。応援してる。リオも勉強本当に大嫌いだけど頑張るから一緒に頑張ろう。四国来なさい。行きます。 ミスター片木、本物。 会いに来てね。本当にみんなのところに会いに行きたいですよ。やっぱさ、もうどこでもドアがあればいいのにね。本当にそういうどこでもドアとかあったらさ、いつでも会えるのにね。イベントとかね、本当に欲しいですわ。ま、青丸、マユリオ不足。ああ、本当かい？ありがとう。リオも青マユ不足です。宮脇さん、大盛りかわいいかよ。ありがとう、嬉しい。ありがとう、嬉しいですな。 ウサパンダです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ジン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 さん、オーディオのさつ、オーディオのアクしか行くか迷ってます。来てください。迷ってるなら来てください。よろしくお願いします。待ってますよ。マシューさん、
やっほー。ちょっと待ってねー。マユティンの英語はかなりの重症ね。本当にね、なんかね、勉強教えてる時に、英語の文が書いてあって、なんか、イヤーってあるじゃん、年。イヤーって読むじゃん。なんか、眉、イヤーとか言って、イヤーって言い出してさ、まさかって言って、今なんて言ったって、イヤーでしょって言って、イヤーって何って言って、わかんないって言ってさ、イヤーもわかんないのって言っといた。本当にちょっと眉やばいです。利用以下です。正直ね。ちょっとね。だからみんな眉にお勉強教えてあげてください。利用も教えてあげるから。ね。お勉強してくれって。いやーをやーって言います。そう。やばいよね。本当に笑った、マジで。一人で笑ってました。やー。ねえ、眉天然だよね。本当に。マイティンかわいそう。大森さんめっちゃいじるじゃん。内緒でーす、それは。めっちゃ発音いい人、確かに。いや。確かにね。マリリン、初見じゃない。ありがとう。初見じゃないよ。仲良しです。仲良しすぎて困ってます。ちくわさんだ。どうもどうも、いつもまゆがお世話になってます。まゆの好きなとこなんだろう。なんかね、でも嫌いなとこはないっていうか、なんか話しやす、まず話しやすくて可愛くて、なんだろう、素で入れるっていうか、すごい、なんだろうな、何でも話せる。一緒にいて楽しいです。うん、とにかく大好きです。 イエイイエイ。もう本当にね、遊びたくてしょうがない、マイと。いつも会うたんびに、ディズニー行こうねとか、いつも話してます。焼肉行こうとか、根岸行こうとか、サイゼ行こうとか、もう行きたいとこありすぎて、って感じ。そんな感じよ。これは嬉しい言葉、本当に？ね、いい人と出会えてよかったね。本当だよ。よかったよ。マユティンとオーリオのコンビが好きすぎる、ほんと。ありがとう。ね、マユのショールームやばくない？ほんとに。頭おかしいみたいな感じ。いつもなんか、なんだろう。たまに写真とか送ってくるけどね。面白いなって思う、ほんとに。最高です。1500人超えた、イエイ！ありがとう。ありがとうございます。1655人の方。ありがとう。ゆうた、俺とディズニー行こうよ。いいね、いいね。ディズニー行きたいです、ほんと。あとね、ユニバも行きたいかな。なんかさ、今、ユニバ大好きなんだけど、ハリー・ポッターとかさ、今までメガネかけてたんだけど、そのメガネもなくなって肉眼になったらしい。すっごい気になる、だから。見たい！行きたい！行きたいなぁ、ほんとにね。オーリオ親友になろうよ。なってくれるの？ ルン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 。コバジュンさん、あー、大好きです。 ありがとう。ユア、オーディオ今度ファンレター送るから覚えてくれると嬉しいな。オッケー、覚えてますよ。ありがとう。トッキー、覚えてもらうにはどうすればいい？覚えてもらうにはどうすればいい？なんかコメントたくさんしてくれれば思います。てか、もうトッキーは覚えたからね。ありがとう。今日体育でバスケやったら後ろにこけて後転した。大丈夫かい、それは。怪我してない？大丈夫？気をつけてね。アイズのイベント情報ってどうやったらわかる？リオね、ツイッターアカウント2個あって、そのラブコッチのアカウントとアイズのアカウントあって、アイズのアカウントをフォローしとけば分かります。あとアイズのオフィシャルツイッターとかフォローしてもらえると分かりますので、よかったらお願いします。みおりさん、リオおすすめのテレビ朝日の番組見てくれてありがとう。ありがとうございます。
しひろくん、おいりをしきしき丸になった。お、ありがとう。しきしき丸、ありがとう。ひろき、初見じゃないです。どうも、ありがとうございます。来てくれて。しんと、こんばんは。ありがとう、来てくれて。ユニバの発音がバケモンですよ。え、何違うの？ユニバ？ユニバ？なんか関西の人はユニバって言うんだっけ。ユニバUSJ 行ったことありますよ。大好きです。めっちゃ楽しくない？スパイダーマンとか大好き。テストじゃないってことは私学なの？テストだよ。テストテストテストですよ。そうそうなの。肉眼で乗れるの、ハリーポッター。すごいよね。めっちゃ気になる。本当に早く行きたいです。ユニバ、ユニバなら全部案内できるぞ。ついてください。お、頼もしいショーン、ついていきます。あ、俊太郎、終わりよと友達になりたい。お友達、お友達になりましょう。ルルルルルル、伊勢初見です。あ、すごい。なんだっけこれ、このアイコンなんだ、これなんだっけ。卵ボールじゃなくてなんだっけこれ、ちょっと待ってね。なんだっけ、チョコボール、チョコボール、チョコボールのあれだね。すごい、こんなのあるんだ。すごい。科学忍者隊さん、こんばんは。どうも。ふうさん、車検やっと見れた。ありがとう、来てくれて。初めてですかね。ありがとう。ユニバヤで、ユニバヤで、ユニバですか。エリュージェットコースター苦手なの。そう、ジェットコースター苦手なんですよ。絶叫苦手です。うん。でもね、なんかね、スパイダーマンとかそういうのなら乗れる。で、なんかふわってなるのが苦手。でもジュラシックパークとか、あとディズニーランドにあるなんだっけ、このヒュンってやるやつ、あれとかはまだギリギリ乗れるかなって感じ。まあ、1回で終わるじゃん。だからあれは大丈夫。なんかジェットコースターとかは何回も何回もこうなるから、すごい嫌いなの。苦手です。なんか胃が浮く感じが怖くて。そうなの。でもジェットコースターなんか乗れるようになりたいなって思う。ツイッターのアイコンをお利用にしていいですか。していいよ。してください。マシューもジェットコースター無理？一緒だね。一緒やん。観覧車揺らされるの無理。え、怖い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 よ。それはなんかもしさ、観覧車取れちゃったら怖くないって考えるとさ、揺れるの怖いよね。オーリオお化け屋敷行ったら爆速で走っていきそう。え、あのね、逆にね、なんか怖いんだけど、なんか前見れなくて、なんか走れないっていうか道が分かんない、お化け屋敷は。だから絶対に一人じゃ入れないです、お化け屋敷とか。いきなりね、びっくりされるの本当に怖い。もう苦手です。ああ、タワテラ無理無理無理、ブブ、罰です。タワテラとか絶対乗れません。もう多分一生乗れない気がする、タワテラは。もう怖いです、無理。乗れるようになりたいけどね。え、そう、絶叫苦手なんだよ。ゲラゲラ笑って楽しむような人だと思ってた。苦手なんです、絶叫苦手なんです。うん、そうなの。俺が隣にいればジェットコースター大丈夫だよ。お、ほんとかい。でも怖いよね。あ、そうそう、スプラッシュマウンテン、さっきのこういうやつ、スプラッシュマウンテン。 AB 型同士ジュラシックパークで騒ごう。騒ぎましょう。でもジュラシックパークも怖いよね、正直。ルル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 。大森さん、ギャップ萌えっすね。本当ですか。え、高弘なんかパンダに変わってる。取れないからバカじゃん。ああ、取れないですか。バカって言わないでください。でもなんか怖いなって思う。いわちゃん、可愛い便箋で書いておくれね。ありがとう、待ってるよ。
CS テラサ、CS テラサに王流のバンジージャンプが見たいって DM 送る。やめてください、本当に無理、本当にやめてくださいね。それはバンジージャンプとか絶対できませんのでね。そうそう、なんか家族でディズニーシー行った時にママとパパはタワテラ乗りに行ったんだけど、リオと妹ちゃんは2人で待ってたんだ。そう、絶対乗らないって言ってお土産屋さんで待ってた。そうなの。ゆうくんただいま、おかえり、ありがとう。え、タワテラやばいな、やっぱり。え、好きっていう子もいる、本当に怖いんですけど。え、セントオブジアスって乗ったことあるかな、リオ。覚えてないな。けどなんかセントオブジアスって怖いかった気がする。怖いイメージ。タワテラ始まる前の雰囲気がね、え、もうね、中にも入ったことないから、タワテラの。だから雰囲気もわかんないです。確かに富士急とか無理かもしれない。あー、わわわ、本当にやばいです。AB 型って初めて知った。あ、本当ですか、島先生。でも AB 型なの。見えないかな。でもよく見えないって言われるかも。変身しましたよね、やっぱり高弘。パンダになってる。え、フライングダイナソー、無理無理無理。めっちゃ怖そう。あの、あれだよね、こうやってヒューンってやるやつ。こうやってビューンってやるやつ。怖いです、あれは。ジュラシックパーク怖い、弱すぎだろ。うるさいな、ゆずっぴ。怖いの、怖いんです。夏休み期間中はライブ多めかな、そうかな、まだね、わかんないんだけど、多分たくさんやれると思います。ヨシケンついにアイコンを利用にしてもらった。え、本当に。ヨシケンのアイコンってあれだよね、ラブコチの T シャツ着てくれてるやつ。じゃあちょっと後で確認してきます、ちゃんと利用になってるか。あ、ビッグサンダーマウンテンはね、乗ったことありますよ。あの、修学旅行行った時に無理やりね、お友達に乗せられたんです。乗れた、でも乗れた。グッチョ。お、2000人超えてる、本当だ、ありがとうございます。 TIF 行くぞ、本当に待ってるよ、ありがとう。そうそう、告知しとこっかな、先に。そう、さっき言ったんだけど、7月7日はね、アイドル横丁夏祭り2018にラストアイドルファミリーとアイズ両方出演するので、よかったらその日空いてるよって方遊びに来てください。待ってます、待ってるよ。あとなんか特典会もあるらしいので、ぜひ来てください、よろしくね。あとね、7月14日のテレビ朝日六本木ヒルズ夏祭りは、そう、ラストアイドルファミリーまた出演するので、なんとそれは無料なので、無料なのでね、ぜひ来てください、よろしくお願いします。7月14日ね。そう、まだまだたくさんあります。7月29日は六本木アイドルフェスティバルに出ます。イベントたくさんあって楽しみですね。そして8月3、4、5は TIF に出演します。すっごい楽しみです、 TIF 出演。あとだからもうちょっと出演日はもう少し待っててくださいね。うん、すごい楽しみです。夏はたくさんイベントがあって楽しみです。たくさん思い出作りましょう。行くって書いてくれてありがとう、みんな。あ、そうそうそう、サマーソニーも出ますね。サマーソニックも出ます。そう、サマーソニック本当に楽しみです、リオ。あの、去年見に行ったんだけど、今年は出演できる方となって、すっごい楽しみ。遊びに来てね。名古屋では今んとこはね、決まってないですね。また自分の地元でイベントできたらいいなって思ってるよ。そう、 TIF 全部出ます。 3,4,5 全部出ますよ。TIF では全部出ますので、8月3、4、5、出るよ、出る、え、出る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 、出ますのでね、よろしくお願いします。多分全部行くわ。え、本当に、待ってるよ。
でも店長 TIF はさ3日間行くと死ぬって言ってたよねこの前。体力があっていっぱい食べて頑張ろう。夏の主役は君だ。オタクボイス君だ。忙しそうね。でもたくさん忙しそうだけどたくさんイベントがあるからリーは楽しみです。すごく K さん名古屋だよ。仲良くなろう。お仲良くなりましょう。琴音さん初見です。ありがとう。初めまして。来てくれてありがとう。ご飯大盛り食べてくるわ。そうだね、みんなご飯大盛り食べて頑張って夏を過ごしましょう。そうだね、熱中症に気をつけて。みんな気をつけてください。もうね、なんか毎年そうだけどなんか TIF とか夏のイベントはファンの人がすごい日焼けしちゃうんだよね。毎回赤くなって。だから日焼け止め塗ってくださいね皆さん。あと日傘も。そう、本当に熱中症は気をつけてください皆さんね。正直今一番楽しみなのはアイズのワンマンよ。お、本当かい。9月1日アイズのワンマンライブありますよね。どんな感じになるんだろう、すごい楽しみ。リオもアイズの初のワンマンライブぜひ来てください。そちらもね。アンコラちゃん覚えてる。ありがとう、来てくれてお久しぶりです。くまちゃん初見です。ありがとう、来てくれてありがとうございます。そうだよねブルタ、夏の野外イベント日焼けする。リオも気をつける日焼けは怖いよ。そうだね、日焼け止めた水分補給。日傘持ってバカにしてないよ。だってリオも毎日日傘さしてるからね。学校の行き帰り、中学の時から日傘さしてます。ちゃんと日焼けしないように気をつけます。ゆいこちゆいこち塾お疲れ様。お疲れ、来てくれてありがとう。確かにゆずっぴさ肌白いよね。焼けないの、焼けない体質なのかな。でもいるよねそういう焼けない体質の子って、羨ましいですわ。玉吉さん覚えてますよ、ありがとう、来てくれて。あ、やばやば。ワンマンの日はさすがに得点ない。うん、どうだろう、わかんないんだけど。リオまだあるかな。あると思うけどどうだろうね。また詳細とか出たら告知するのでね、待っててください。コーキンも覚えてるよ。握手来てくれるんだよね、ツイッター見たよ。俺のこと覚えてるかなって。覚えてます、来てください、待ってるよ。アイズ行きたすぎね、来てほしいよ本当に。見た見た、ショーンがリオの TikTok スクショしたやつ。見たよ。半目でスクショするのやめてね。あと何分だ。あと15分ありますね。ヤさんウィンクして、ウィンクウィンク。うーん、森尾でーす。あ、そうそう、そういえばね、妹ちゃんがね、こんなの作ってました。日本赤旗。でも本当はこっち作った、これ。やばくない、この丸のでかさ、半端じゃないよね。本当はこっちを作ってたの妹ちゃんで、これはさすがにでかすぎってなって作り直したのがこちら。もうでかすぎるってやばいよね、これはさすがにね。はみ出しちゃってる、だって。ほんと見てこれ、やばいって。おっきい方がかわいいよ、だってらしい。あ、妹ちゃんかわいすぎ、妹ちゃんやば。その破天荒さは誰に似たのかな、わらだって。誰に似たんだろうね、まったく。こんなでかく描いちゃってね。
目玉親父 確かに目玉親父じゃん。これは普通だもんね。こっちでかすぎ、ちょっと梅干しでかくない？ 梅干し、確かに面白い。やばくない？だってみんなめっちゃ笑ってるじゃん。あ、細胞の核みたい。確かにわかる、それもわかるわ。本当はそのでかい丸リオが作ったって知ってるから。え、違うよ、ゆずっぴ、違うの。本当にこれは妹が作りましたよ。梅干しだって。しゅんや、ありがとう。妹ちゃんアイドルじゃないですよ、全然普通の子です。こんなでかく描いちゃった。 妹ちゃんに教えへん。あ、それは困ります、島先生、やめてください。 リオの顔ぐらいある？本当？でかすぎるよねこれ。え、本当にでかいね、びっくりする。 妹ちゃん推せるわ、だって よかったね。 え、よかった、覚えてる。ワンちゃんじゃなくてマジで覚えてるからね。バンさん、オーリーが好きって言ってくれてありがとう。嬉しい、ありがとう。ねえ、タカヒロやばい、それは。妹ちゃんバカにするのやめてください。バカにするなら姉をどうぞ。ねえ、ひどいよそれは。ねえ、ダメです。あ、デオキシリバ拡散めっちゃ懐かしいんだけど、理科でやった、懐かしい。え、オーリオじゃないからね、本当にこれ作ったの。マジで違いますんでね。ゆうこち、インスタの DM で写真送ってよ。後で見るね、ありがとう。森尾の鼻と同じぐらい。森尾の鼻もでかいよね、これ。なんだろう、これ。なんて読むんだろう、この。オーリオ、かわいい、同い年なの。ありがとう。高校2年生ですかね。一緒だ。イエイ。リオね、今日テストじゃなかったよ。来週からテストです。イエイ。ねえ、あと1時間でポーランド戦です。本当に緊張するね、もう怖いな。すな。ゆあちゃん、オーディオのトッパ狩りしようかな、どうしようかな。してください、お願いします。 そろそろマイクだって。 よくお分かりね。あります、ここにマイクさんが。いつでも歌えるように置いてある。わーい、だって明日学校で水泳ある。あ、そうなんだ。リオね、あんまり泳げない、実は。いつもプール行くときは浮き輪に浮かんでます。そうなの。ダフィオンさん、握手会行ったら覚えてもらえるかな。覚えます。会ったときぜひ「ダフィオンです」って言ってください。あ、スクショチャンスね。そうだ、スクショチャンスしよう。 じゃあこれで。はい、スクショタイム。日本頑張れ、頑張れ。はいはい。あとね、見て、こんなのがある。去年のね、なんだろう、体育祭で作ったんだけど、壊れちゃったんだよね、ちょっとだけ。でもここは壊れてないから、こっちを見せて。応援してる風。みんなスクショできたかな？リオ動きすぎたかな？まあいいでしょう。ありがとう。わーい、みんな。あ、見て、そこ壊れてんの。壊れちゃった。接着剤でこれ頑張ってつけたんだよ、花。見て見て、頑張ってつけたの。今日は応援しましょうね、日本をね。アコって読みます。あ、アコって読むんだね。教えてくれてありがとう。なになに？このユニフォーム？あ、これね、本田さんのフォニフォーム。間違えた。ユニフォームです。 そう、本田さんのですよ。後ろに名前も書いてあるんだ。見える？見える？見えた？ 見えたかな？ でーん。パシャパシャ。みんな書きました？書きましたじゃないよ。みんな写真撮ってくれた？ありがとう。
声でかだって。声でかかったよさっきの。ウケる。本田翼選手じゃないですね。ね、忘れたと思ったのになんでまたコメントしてくるんですか。本田圭佑さんです。もうなんかみんな言ってくる、本田翼選手だよねって。やめてよ。もう後から来た人はもうそれわかんないんだからさ、もう言わないでください、言わないでください。もうありがとうございます。あと9分だね。え、何言ったもんね。なんかさ、みんな何歌ってほしい。どうしよっかね。へーそうね、へーそうってめっちゃ面白くないですか。あの歌流好きですよ。アストへーそうみたいな、アストエラサオコのタッコってやつ。サンキュッパー、ヨンキュッパーで来れるよな、サンキュッパー、ヨンキュッパーでやれるよなって、めっちゃ頭に残ると思ったこの曲。先週シンフォニー間違えた。ラブこっちのラブどっちも可愛い曲なので覚えてくださいね。そう、応援してください、ラブこっちをお願いします。ラブどっちいいですよね。ね、ラブこっちのラブどっち可愛いよね、好きですよ。宣伝しとく、ありがとう、ココロン。ね、衣装もすごい可愛いですので。こんな、ここみんな好きっていうよね。今度はもっと可愛い顔できるように頑張ります。ね、この前さ、みんなスクショしたじゃん、ブサイクすぎてやばいと思って、ちょっと可愛い顔できるように頑張ります。でかいリボン似合ってた、本当？ありがとう。あの顔がいい。あ、本当に本当に嬉しい。ありがとう。ツイッターでその服着てあげる。あ、今日これ載せるからね、待っててくださいね。よかったよ、あの顔。あ、本当ですか、ありがとう。嬉しい。じゃあラブどっちさ歌うかな、じゃあ今日。ラブどっち歌おう、いいですか。で、今日初めて歌うショールームで。いきます。お気に入りリップにミニスカートオフショル、二度目のデート中、運命の人とか子供じみた言葉はお家に置いてきたの、どうしたの、手が震えてるわ、二人でピュアしちゃってる、もうそうじゃないでしょ。ねえ早くして、ああ早く来て、女の子に言わせないでよ、ねえこのままで、ああ早、間違えた、ああ好きにして、あなたのために巻いた髪崩していいの、さあどうするの、ラブどっち。でーん、天使と悪魔覚えてね、みんな、ここ注目、注目です、ここポイント。でもみんな、なんかこの前さ初めてやったから分かってなかったよね、多分天使悪魔っていう感じでやってるんだ。そうだから今度見るときは表情にも注目してみてください。よろしくお願いします。オーリーはどっちも天使だわ、ほんとかい、ありがとう、嬉しい。シャーシャーシャー、はいはいはい、やばい、あと5分だよ、ほんとだ。じゃあ先にね、あのなんだっけ、ランキング読みたいと思います。よし、じゃあね、これで喋りたいと思いますね。あ、そうだ、エミットさんお花ありがとう。じゃあじゃあじゃあ行くよ。13位イワナさん、ありがとう。12位がマシューさん、11位が
かゆさん、ありがとう。10位が一斉さん、9位が海坊主の翔さん、8位がエイジ 100% さん、7位が店長、6位たかひろ、間違えた、ごめんなさい。7位がミスターかたぎ本物、6位がたかひろ、5位が店長、4位がすぐるさん、3位アプさん、2位がバンさん、1位がルーニーさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。そしてギフトも、スペシャルギフトもたくさんありがとう。福さんもバンさんもありがとう。秋吉マンマンありがとうございます。ソロリンコさんもありがとう。赤月マンありがとう。みんな星もありがとうございました。途中さ、メガホンの意味ないってコメントしたでしょ誰か。コメント読んでる時に見たんですけど。最後に名前呼んで。オッケーオッケー。ひろどっち、やっほー。ひろどっち、いつもあのツイッターのコメントとかありがとう。ご近所さんに怒られる。聞こえちゃってるかなこれ。ちょっと静かにしなきゃね。たかっちんありがとう。たまきちやっほー、ありがとう。またね。いむいむありがとう。なになに、ショーン頭の握手会でオーリオのことリオって呼んでしまった。あのあと一人で出てた。いいじゃん、全然リオって呼んでいいよ。玉吉また来る、覚えてて。ありがとう、覚えてるよ。翔太やっほー、翔太で合ってるのかな。あ、え、おつまる、おつまるだ、元気だよ。最後に来てくれてありがとう。さきいか、こちらこそありがとう、大好き。ツイッター見てますよ、ツイッター見てます、めちゃくちゃ。ちひろくんありがとう、こちらこそ。はやと、かずき、ココロン、ラブイ、イエーイ。ゆきうさぎメール取ってくれてありがとう。なつゆきさん、次のショールームも楽しみにしててください。ゆわちゃん大好きだよ。かずちょ、わんこと一緒に見ててありがとう。ゆいこち、ゆいこち、リオがあだ名つけた、ゆいこち。よこたー、お、オーリオ積んでくれるの。ありがとう。そう、もうね、10時になったらね、終わっちゃうんです。本当はもっとやりたかったけどね。ゆうた、あーい、ありがとう。そうだね、ツイッター見てないんで勉強しようね。その通りですね。でも見ちゃうんだよね。アイコン用確認、はい、チェックします。ゴーキンマン、こちらこそありがとう。麦茶ありがとう。そうですよ、11時からはサッカーですね。本当に勝ってほしいですね。勝つよきっと。応援しよう、これ来てるし大丈夫。